第7レース1次予選に2着になりました千葉の佐藤選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。とても素晴らしいブロックを見たような気がしたんですけど、ご本人的にはどうなんでしょうか。いや自分としては全然いいブロックじゃなかった。おー翔太ナイスブロックだった。はい、あの翔太のブロックは今日はすごかったと思う。あれは、はい、何レースだったっけあれ。5レース山崎健人を止めたやつね、はい、ああいうのは理想のブロックだなと思います。ブロックがなきゃまくられてしまうものをきっちり後ろの力で止めるっていうのはこれはナイスブロック。今日の俺のブロックっていうのは前の選手をかばうブロックというよりは俺がブロックしなくてもこういうは自分の力で残ったと思うんですよ。あの係だと組み直しもそうですし余力もあったと思うんで、あれは俺と力也のコースを確保するためのブロックなんで、まあ今日のレースに関して言えば、まあ、松井幸雄に連れてってもらったという、まあ、なるほど、俺のブロックで松井幸雄をサポートして残してあげたっていうんじゃなくて幸雄に連れてってもらったっていうようなレースだったと思います。松井選手も地元戦でとても気合が入ってたんじゃないかと思いますけども、まあ、その気合も感じられましたし、ね、僕もあのその気合にちょっとこうもらってね、あの逆に少し気合をもらう形にはなりましたね。まあ、ちょっとシャイニングスターはちょっと厳しいかも。まあまあ、一歩一歩ね自分の場所でしっかり全力出せればいいかなと思います。まあ、シャイニング乗れれば一番いいけどね。そうです、はい。まあ、でもやっぱり1着2走目の1着のポイントはでかいんでね、ちょっと厳しいかなと思いますんで。ちょっと昨日のレースもちょっとすごいレースだったので聞きたいんですけど。初日のドリームレースね。ドリームレース、はい。まあ一競輪ファンとしてはいいレース見させてもらったなっていう感じはしたんですけど、まあ、先行選手同士の、ね、気持ちのぶつかり合いっていう意味でも良かったですし、そこ、脇本と広とのまくり合いっていうのも本当内容の濃いレースだったんじゃないかなと思います。ただそこで走ってる本人としてはね、すごく苦しいレースでしたね。もうレースも歩けないぐらいの感じだったんで、相当こう力と力のぶつかり合い素晴らしかったですね。はい、やっぱあれだけのハイペースになれば、いくら番手といえども相当な迫力。いやいやいや、もうきついですよ。だって最赤番のラスト2周の上がりタイムが12秒7ですから、はい、11.5 とかもう 11.2、 まあ11秒前半で1周もがいて、その後残り1周っていう形なんで、あれはもう後ろにいても相当きついです。まあ、そんなレースをして今日を迎えて、この2走して状態面はどうですか。まあ、ちょっとね、疲れも多少暑さもありますしね、少し感じますね。まあ、でも明日はお休みになると思いますけど、そうですね、しっかりケアをして、栄養をとって休みたいなと思います。まあ、某ティープロもすごいかっこよかったって言ってました。あ、初日のレース。いや、今日あ、今日のレース。あ、ティープロに褒められると嬉しいね。ありがとうございます。滝沢プロ、ありがとうございます。ではこの後2次予選それ以降に向けての意気込みをお願いします。ちょっと疲れてる、気のせいだよ。